さあ、それでは本日も始まりました。メリクリー待ってます、ハイク。ありがとうございます。本日も行きます。さくらゆうしのセンスを磨け。雪っぽいやつ、あ、いいですね、これでいいです。あ、痛い痛い痛い、危ない。さあ、メリークリスマスも終わりましたね。ああ。ですが、また冬ですよね。冬ですね。さあ、今日は、うちのシンガーソングライター、イエーイ、うたくんに来てもらいました。拍手です、どうも。チャース。チャース。夜に向かって雪が降り積もると悲しみがそっと胸に込み上げる涙で心の火を消して通り過ぎてゆく季節を見ていた外はため息さえ凍りついて冬枯れの街路樹に風が泣くあの赤レンガの停車場で二度と帰らない誰かを待ってる一人泣き濡れた夜に White Love 聖なる鐘の音が君の心に最果ての街並みを夢に見る天使と空から降りてきて春が来る前に微笑みをくれた心折れないように負けないようにLoneliness 白い恋人が待っているだから夢と希望を胸に抱いて Forevermess 辛い毎日やがてファイトラーいいですよ。さあ、うたくん2回目ですかね。3回目ですね。まあ、3回目初めて出てきました。3回目です、うん、歌うのは2回目だね。歌うのは、あ、初めて出た時にちょっと歌ってねオープニングで歌うのは初めてです。そうですよね。ドゥルルドゥルルルああ
は。さて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 、はい、本日も始まりました年末スペシャルでございます。よいしょよいしょよいしょ。ずっとね、はい、うたくんにはデータ欲しくて、やった。で、実はですね、あれですよね、86点って出たんですね。低い。今年ラストのニコ生じゃないですか、もしかして。あら、どうですか。そうですよね、今年ラストのニコ生ということで、今回はそう、うたくんめちゃくちゃ歌うまいんで、ちょっとだけよかったらですね、コメントで今日はまあ、雑談をしながらね。そうですね。年末を振り返りながら、僕痩せましたか？ありがとうございます。年末を振り返りながら、ゆうさんは多分、もうすぐ来ると思う。今日来ますよ。なんですけど、その中で、そんな痩せた？ね、なんか、すごい弱ってますね。久々にちょっと多分髪を下ろしてるからじゃない。そう、来る来る。で、年末スペシャルなんでね、はいはい、紅白歌合戦みたいに。いや、もう素晴らしい。今日は、歌言いまくろうかなと思いまして、やった。あ、プレゼントね、届いてますよ。なんかこれねえ、これですか、もしかして。出た、これ。うわ、噂のね。だよね、これ。なんかこれ結構海外で流行ってるやつみたいで、なんかだよね、うん、これはちょっと危ないから、ゆうさん来てからの方が多分面白いから。確かに、はい、それなんかいろいろ見てみたいと思う。そうそうそう、これあれでしょ。そう、危ない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 から、これ。そうそう、っていうのもありま、ありつつ、うん、今日はなんかせっかくなんで、今年最後のやつなんで、リクエスト聞きます。リクエストで歌えるやつどんどんください。歌えるやつをもうすぐそこの場で歌い、はい、っていこうかなって思うんですけど、どうかな。いや、もう全然いいよ、何でも来いって感じで。はい、そうそうそう、何でも大丈夫な。まあ、それまではね、ちょっと飲みながら、そうですね、ゆるくやっていこうかなと思いますけど。あ、スマップのオレンジ、いいね。あ、いいですね。今日でスマスマ最後やったんですかね。あ、今日でスマスマ最後、今日で最終回やったみたいです。な、歌わないとね、これ。そうですね、うん、一番だけにしようか、一番だけ、そうですね、全部ね、ちゃちゃちゃっと、いい歌を。じゃあ行きましょう。あ、いいね、いいの、めちゃくちゃ来るやん。いい歌ばっかり。そういうこと、そういうこと。じゃあまずスマップの あれから行こう。オレンジ、え、これ、この回めちゃくちゃ面白いと思うんだよね。いや、もう僕的にはすごい大好きな回で。ねえ、今日はもうほんと歌ね。はい、勃起しながら来たもんね。勃起しながら来ました、ね、ニコ生の会場ね、うん、パンツしてましたからね、途中で。はい、え、じゃあ行こう。はい、行きましょう。じゃあそれでは毎回 M ステで行きましょうか。あ、いいですね、うん、それではスマップのオレンジ行きます。ミュージックもちょっとだけ上げてもらっていいですか。小さな影に背負い込んだ僕らの未来がちょうど今日の夕日の夜に揺れてたのかな。いたずらな天気、雨バスを追い越してオレンジの粒が街に輝いている遠回りをした自転車の帰り道中に暖かな鼓動と言えば君のきっと少し前会えるだろう。会いたいよと泣いた声が今も胸に響いている。さあ、オレンジでした、ありがとうございます。あ、いいね、気持ちいい、この感じどう。気持ちがいい、ね、なんですか、この気持ちがいい。え、この感じどう。あ、点数一応出るんで発表しましょう、これ毎回。そうですね。あ、
んすか、この点数、ね、あの、85点でした、すみません85点でしたね、はい。めちゃくちゃ多い、なんかすごい愛の塊、バックナンバー、キヨキバー、なんかこう目に留まったやつ言って、はい、お互いが目に留まったやつ言っていいですか。そう、キングクリスマスソングあー、クリスマスソング行く、はい、あ、行きましょう。クリスマスソング行く、クリスマスソング行きますね、うん、バックナンバーの。でもね、そうなんですよね以前お店でやってるショータイムで、はい、バックナンバーのクリスマスソングをこう歌うということで、そう、うたくんがクリスマスソングをね、歌うって予定だったんだけど、はい、まさかのちょっと、そうなんですよね、うん、なんていうの、歌詞を覚えれきれてなかったというかね、うん、はい、期限までにというか、本番までに、はい、だからなしになったっていう、この幻の歌なんですけど、そうなんです、幻の歌、幻の歌はね、ここで、ね、まさかの2人でやっちゃうっていう、年末スペシャルよ、よいしょ、行こうやった、ここで歌えるとは思わなかった。ゆうさん何時間に来るんだろうね。ゆうさん来たらもっと面白いですけどね、うん、今日は。さあ行きましょうか。行きましょう。じゃあ立ちましょうかね。はい。あ、いい歌だ。クリスマスなんですね。あ、はい。途中で冬っぽい背景に変えても大丈夫です。どこかで鐘が鳴って悲しくない言葉が浮かんで、寒さが心地よくて、あれなんで恋なんかしてんだろう、せいやなんだんだと繰り返す歌と、わざとらしくきらめく街のせいかな、会いたいと思う回数が会えないと痛いこの胸が、君のことどう思うか教えようとしてる、いいよそんなこと自分でわかってるよ、サンタとやらに頼んでも仕方ないよな、できれば横にいてほしくて、どこにもいてほしくなくて、僕のことだけをずっと考えていてほしい、でもこんなこと伝えたら格好悪いし、まだくなるだけだからまとめるよ、君が好きだ、めっちゃ良かったんじゃない、うん、あ、もう背景とかもめっちゃいいっぽい、あ、いいね、これ点数、点数毎回発表しますね、ちゃんと、おおお87.716、はい、はい、だんだん上がってきてますね、うん、はい、ゆうしくん来るまで頑張る2人とも、そう、間違いないんだよね、そう、どうすか、あ、EXILE 運命の人いいね、あ、いいっすね、冬っぽいっすよね、うん、いや、ね、こんな回が未だかつてあったかっていう、そうですね、結構割と、はい、90行きたいね、あー、そうですね、点数で言うとね、こんな回がなかったので、今日はちょっと年末スペシャルということでね、誰も来てないけどね、そうですね、うん、やっぱなんすかね、そう、だから、結構もう今のうちなんだよね、そうですね、じゃあどれ行こう、さっきから、なんだっけ、運命の人、運命の人行こうか、運命の人行きますか、いい、エグザイルの運命の人、うん、行きましょう、行こう、運命の人ね、
そう、年末だからね、もうね。まあ、正月ボケしてるんですよ、あと、おそらく。そう、ほんとさっきなんか、喉がね、ちょっとね、ガラガラな感じあるけど。あ、一曲ずつ歌って勝負しよう。面白いね。うわー、なるほど。そう。あー、なるほど。もし来なかったらそれしよう。あ、オッケー。最後ね、はい、最終来なかったらそれしよう。最終ね。じゃあ、EXILE の運命の人ですか。行こう。いや、いいですね。うん、多分どの世代の層も、うん、はい、ちょっとね、ほんでね、お水も飲みたい、ちょっと本気を出したい。ビールだけじゃその水分が取られちゃう。そうなんだよ。おーおーおお、すごいな。おーおー、すごい。ほらです。そう、ちょっとだけこぼしちゃいます、すいません。いや、気づいた時は遅くて、大人みたいならもう少しうまく付き合えそうだよ。今までそれなりに恋をしたりもしたけど、動きがついたその瞬間にいつも君が浮かんでくる。この想い感じていたい、叶わないとしても今僕の気持ちは一つだけ、君がいいのかの誰かのまだ好きになれずにいる、壊れそうで今は別々の道だけど、僕は全てを受け止める。捨てていいのかもわからない、この気持ちから不能から、いつかはそんなことを言う権利もない。君は今何を思うの。あのね、疲れ溜まってるわけじゃないし、しっかり正座しようね。そうですね、ちょっと、うん、確かにそうや。いやー、いいですね。本当にすいません。そうあのね、センスを磨きます自分で、ね、なるほど、自分で言った方がいい。なるほど、そうですね。そう、まあ、うん、ここから下見えてないですからね。そういろいろね、はい、ちょっとあの、そう、めちゃくちゃ実はね、そう、酔っ払ってる、まあ、わけではないけども、四捨五入するとベロベロっていうね、うん、はい、っていう。そうなんかね、でも、あ、飲もう、あ、そう、飲もう、これだけをこう、どうぞムタ君はね、結構ね、面白いですよ。なんか、ちょっと一回フリートーク挟みます。フリートーク挟みましょうか。あ、スノースマイル、まあ、ちょっと一回ね。なんかもう年末じゃないですか。はい、年末です。年末どうするつもりですか。僕は、あの、地元大阪なんで、大阪に、あ、帰るの。帰りますね、はい、帰っても、ほうほう、そうですね。何するの。お母さんの、あの、おせち的なもの。うわー、いいね。あれならばいただこうかなと。あるんじゃないですか、それは。まあ、そのあったら逆に何するの。年末どこ行くんですか。いやいや、もう言ってるよ、大々的に、はい、ロサンゼルスですよ、30日から。僕は言ってありましたね。うん、ロサンゼルス。そう、ロサンあれ誰ですか、誰来ましたかなんかひどい、ね、うん、なんか
そう、そう、ラスベガスだし、やば、31日は。ラスベガス行くんですか？そう、30日に、はい、なんか、30日の、あ、じゃあ29が締め日なんですよ。うん、そうですね。29締め日で、そう、締め日なんですけど、うん、締め日が終わって、で、30日がロサンゼルス。はい、30日の夕方がロサンゼルス初で、日付変更線超えるんで、はいはい、30日の朝に、ん？着くんかな？うん。すごっ。で、そっから、まあ、夜一回泊まって、はいはい、で、夜に僕は国際免許ちゃんと取ったんですよ。めちゃくちゃブッサイクなかもでね。本当にカラコンもダメなんで、カラコンもダメなんで、もうセンター分けてパシーって。あるあるっす。うん。ほんで、うん、で、撮りまして、で、そこ、ルート66ですか、あれを運転しました。あ、キューが死んで、なんか、なんすか、雪のように入ってきましたね。違った、冬だけにね、違った。今日なんかね、だいぶ乗り気じゃないテンションに来たんだけど、ね、フリートークしてたから、はい、あらさん、見てください、この濡れ具合、あ、見てください、僕がやりました。あ、もうすぐ寄ったふりする、僕がやったんです。すぐやったふりするから、僕がやったんです、これ。で、その、あ、いいっすか、僕の今、はいはいはい、年末の話ですけど。あ、お願いします。で、その、モスね、モス食べる、ね。そう、ロス。いや、ロス、ロスでモス。あ、ロス、ね。で、そのルート60を運転して、ラスベガスでのカウントダウン。はい、有名な、どこっすね、ラスベガス。なんかあるか。もうちょっとあっただろうが。知らない。知らない。やっぱギャンブル、なんかギャンブルするとこってイメージ、もうちょっとあったよね、ギャンブルするとこイメージしかないから、本当にもえ、ね、まあ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 、そうなんですよね。でもだから、そうなんですよ、はい、ラスベガスで、やばいですね、何しようかなと、逆に、いや、僕全然知らないんですよ、ね、言ったら、そのとりあえず行くみたいな、そう、その連れてってくれる方が、にがちょっと海外の関係がある人で、で、僕はすごいな、海外志向、海外行きたい行きたいって言ってたら、お前も行くって言われて、ああ、ぜひぜひ行きたいですっつって、でも本当言ったら、ちょっと、まあ、普通より安く行ける感じで行くんですけど、で、まあ、その感じで、ちょっと、誰が2丁目と少しやばいから。誰が2丁目で。俺、ちょっと待って、俺痩せたっすか？え、ジンはね、痩せたっていうか、むくみが取れたじゃない？どっちかっていうと。そうっす。青キング帰ればどこにだよ。山口ね、年越しラスベガスって言いたいよ、ね、やばいっすよね、なんか。え、巣鴨だっけ。いや、大阪です。あ、大阪。年越しどこですか。巣鴨っておじいちゃんじゃないか。ね、まあまあ、ね、すごい。いや、多分この距離じゃない。年越しキャナルベイス。え、まあ、キャナルベイか、うん、ヘミングウェイで迷ってるんだけど。ああ、キャナルベイ、まあ、どっちかなって今。まあでも正直言うと、俺年越し今2人しか集まってないんですけど、俺とハチさんしかいないっす、今んとこ。え、ハチさんと2人なんすか。うん、このまま行くとハチさんと年越ししようって言ってることは、スターウォーズエピソード1から6まで借りて全部。うん、うん、どうだい。ちなみに、去年僕、10月に入って、12月、じゃあ10月に僕入ったじゃないですか、フェンス時計10月3日に入ったんですけど、で年末に社長から、ゆうさんから電話かかってきて、はい、お前何してんの、はい、って、いや、僕、そのとこに何もしてないんですよ、つって、うち来なよ、つってばーって言ったら、もうスターウォーズがついてて、正月、あと、カニ冷蔵庫にあるから、ちょっと、調理してよって言って、とりあえず湯がいて、出して、二人で、カニ食いながら、スターウォーズを見るっていう。え、待って、一緒じゃん。多分同じじゃん。いや、でもカニない。俺とハチさんだったら、カニはない。カニはない。カニはない。さあ、よいしょ、ねえ、ユーシマだって声が多い。あー、なんでこの下濡れてんの。ごめんなさい、僕がちょっとなぜ暴れちゃいました。ジングルベルしちゃいました。ジングルベルしすぎだよ。雪が落ちてきた。ジングルベル、ジングルベル。あ、もう背景来ました。あれ、すごくスッキリしてますね、髪型の方が。いや、後ろ坊主にしちゃったんですよ。どこから言おうかなみたいな感じなんですけど、実は後ろ髪の毛痛みすぎて、もうこんなんしかなくて、真ん中だけ真ん中だけこんなカッパみたいになってて、周りだけ生えてて、真ん中こんなんでやばと思って、もうこれに合わせてくださいって。めっちゃ爆笑しすぎやん。めっちゃ嘘。
もう後ろないからないっすよね、もうお前は後ろボーズっすよ、後ろボーズっすよ、後ろ後ろコボちゃん、後ろコボちゃんなんだ、後ろコボちゃん、後ろだけあるというわけでめっちゃ切ってる、えというわけでめっちゃ切ってるじゃないですか、あのあっちいな、前半20分こんなに長いと感じたニコ生初めてでした、はい、なんでなんでの、いやあのリクエストをずっと煽ってて、うん、歌くんとずっと歌ってました、あ、歌ってたの、歌ってたの、はい、そうそうそう、3曲くらい歌って、4曲くらい4曲くらいで歌って、あ、そ1番だけっていう限定で、はい、どんどん リクエストもらってずっと紅白歌わせ、ね、年末スペシャルなんでっつってずっと歌ってて、いやだって今日そうっすよ、なんかその紅白歌合戦でみたいな、ゆうしさんとキングと歌で、もうこの歌うまいメンバーで、俺も今まで店で俺必要ですかって話を30分間してましたからね。昨日歌ってたじゃん。いや、勘弁してくださいよ。勘弁してください、ほんで。勘弁してください。じゃあ、そっから行きますか。テレビだね。もうマジでいい、ほんとに。春のビタゲ。春かけから行きますか。行きましょう。びっくりして、ほんとにマジ勘弁してください。ほんとに。マジ、ほんとに今日は歌うまい。いや、春いいよ、歌ってよ。いや、ほんとにマジ勘弁してください。ほんとに。いや、だって年末、見てください、左上。年末スペシャルって書いてます。あ、ちゃんとそのテレビだけに、もう僕が今年ラストなんで。入れてくださいっていうこと、いや違う、今日は年納めなんでね、じゃあ今日はマジで本当になんかそのこのメンバー揃ってね、俺だっていつも本当にマジで本当に勘弁してください、いや今日はなんだかんだで大体でしょ、いや本当にかもしれないいやマジで本当にだから今日はレディーレディーあーお待たせしました、マジでやだ、本当にやだ、だからやだったんだよ今日くんの、聞いてください、イエイ、年末スペシャル春影、せめてみんなで歌いません、あ、いいね、一番で点数バトルいいんじゃないですか、ありますけど、はい、今日 CM 行きません、年末スペシャル、今日 CM 行かないからごめんごめんごめん、 CM 行かない、今日行かないですか、行きます、ごめんなさい、ナイトチームさんごめんなさい、行かない、今日は13ゲームで行かない、行かないよ、行かないみたいです、 CM 行かないから、今日はハッピーバースデイトゥー、夜のケーキ屋さん、これが CM みたいな、これ CM、 夜のケーキ屋さんの CM、 ミリオンジャップ、オッケーオッケーオッケー、スモーダイブ宣伝しといたんで、さあどんどんね、じゃあリクエストも来ますか、どういうリクエスト来てないやん、だって
いや多分煽ったら全然めちゃくちゃ来てたんですよ。結構カモン、イエーウィンターゲイン。はい、ゆうしくん酔ってないよ。全然酔ってない。逆に見たことあるんですけど、刈り上げてはいますけど、CM 行かなかったゆうさん酔ってない。刈り上げてはいますけども、コボちゃんだよ。坊主坊主、隠した。さあ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 、平井大のまた会う日まで行きます。何それ。え、あれっすよ。ねえどうして、あ、涙が溢れる、また会う日まで。あ、ちょっとわかんないな。いやー、あーまあ、そうそう、ちょっとかようになれた。出していいね。一緒に行きます。なんでいや、ジャーニーしたい。ジャーニージャーニー行きますか。ジャーニー行きたい。ジャーニー好きっすね。ジャーニーもうどんどん今日はもうそういう回なんで、行きましょう行きましょう。流星ジャーニーがなんだかわかんないけど、あ、一緒、一番だけ出すでしょ。いい、そうっす、一番だけ飲んでるって言っちゃうやつ。年末スペシャル。お前なんか CM 行かなさそう。CM 行かなさそうな空気。え、行かないよ。CM 行かないだ。行かないから。ショッツさん OK 出してたから。あと、どこありましたっけ ?CM。途中挟みますね、ちゃんと CM に出てるところ。冬月グループみたいな。ヨイクみたいな。ヨイク。そこだけはみたいな。ヨイク。ヨイク。ヨイク好きだぜみたいな。やってね、言ってくれる。それ僕も撮ってみて。いや、さあ。さあさあ、たぶんずっとこの道は続いているのさ。この先も途休憩したらまた歩き始めようか、yeah、 一緒に歩いてくれる人は見つかってよかった。本当に一緒に歌いませんか。長い旅路の疲れを捨てるためにどこへ行くのか忘れてしまったんですか。僕でよければ一緒に探します。ジャーニー、傷ついて泣いてしまう時もあっていいはずさ。一番までなんす。一番までのやつでしょ。そうです。さあ、俺歌と歌ったことないよな。あ、いいんじゃないですかそれ。面白い。確かにないっすね。ないっすね。惜しいっすね。何かある、うん、俺ゆうしさんのところ歌えるわみたいなやつ。でも結構あるんじゃないかな、意外と好みは。愛の言葉か、ラーマの曲。何歌ったの？ BB's も歌ったの？全然歌ってないっす。ウィンターゲン。でもなんかあれだよね、この中であるのね。そうですね。愛の塊はちょっと嫌なんだよな、なんか。うたくん、うまいねって来た。いや、めちゃくちゃ来てましたよ。さすが。あれ行きましょうよ。何？ワンオク行きましょうよ。何？それは違うか。一緒に行きますよ。なんでなんでステディー&コー歌える？あー、めっちゃ好き。放りない。しつけきこのストーリー。あ、知らないっすね。おいおい。え、知らない。知らないっす。任せてください。めっちゃ世代やん。わかんないっす。あれの歌。何、ステディアンドコ？いや、歌えるの？ああ。何歌えるっすね。声を聞かせて。これやっぱ好きじゃない？メジャーだよね、これ。フライヤー。これゆうさんめっちゃ好き。それこの間歌ったんだよね。じゃあやめましょう。先週歌ったやつだよね。声を聞かせていっぱいあるから、声を聞かせていきます。それ何ですか？ビッグバンですか？そう、ベッベン、ビッベン、声を聞かせていいっす。はーい、
もうちょっと音響よくしていいですか。あ、申し訳ください。あ、これあれだよね、俺らだけよく聞こえるだけのやつだね。マイブー最近覚えてるんだよね。いや、清水翔太ですよね。僕も覚えます。え、清水翔太なんですか。どこにも行かないで。え、どっちですか、声は。あ、それそれそれ、声聞かせちゃっていいですか。誰にも触れないで、レイが、うん、君がいるから。とりあえず俺も今日はこれに言っとくわ。君がらしいなら僕はシャスミンみたいな。知ってる。マイブーですか。え、俺あの髪の次マイブーですか。いや、マイブーのありがとう。マイブーはちょっと歌えないまだ。じゃあつないつない行きたいです、ね、行きたいよ。聞かせては、じゃあみんなで歌いますか。行きますよ。あまでの雨はもう上がって、アスファルト漂う街の色、ねえこっちももう晴れてるよね。日から回復するって。朝は苦手な君だからね、毎日ちゃんと起きられてるかい。そんなこと言わない、心配してるよ。広がる空は
暑い、やばい、今日マジで暑い。さあ、たくさん歌を歌ってきたんですけど、あのリスナー、視聴者の方から、はい、よかったね、マシーンが届きまして。なんなんそれ。あら、これ痛いやつじゃん、絶対それ。いや、バーンってやつじゃないそれ。そうなんですけど、ちょっと一回置いていいですか。これをどうしてもしてほしい。ちょっとお手紙があるんですよ。じゃあ俺、あのクリスマスイブやつか。ユースさんへ、こんばんは。体調良くなりましたか。いつも可愛い笑顔にキュンキュンします。インスタで更新するために1万にいいねを押してるつもりです。まだ田舎ですが、静岡に来てください。来年も応援し続けます。今回ニコ生に出てる皆さんに楽しんでもらいたくて、クリスマスっぽくしてちょっとしたゲームを送りました。ぜひやってみてください。インスタのメッセージでも送ってあげます。ジョン・ジオンのユースシ君バージョンやってください。来月誕生日なのでお願いします。はい、ジオンの、そうですね。これでルールがありまして、一人ずつルーレットをどうやってすんだこれ。ルーレット、これでも今痛くなかったよ。違うんですよ、痛いんじゃないです。このホイップクリームをそこに、わあやだ。そういう系だ。なんかアメリカですごい流行ってるんですよ。そうなの、はい、子供たちとするみたいな。 おじいちゃんと孫がする。ああじゃあ歌と、そうちっちゃい子がする。ファイヤーパッチ。なのでここでトゥルーントゥルーンって回しまして、あーなるほどね、2だったらこれを1、2ってするわけです。いやもう2でアウトね。結構まだギリですね。ギリなのそれ。いや大丈夫、いやアウトでしたねこれで。、うん、2でアウトで。ってことだよね。そうです、合ってるね。そういうゲームです。大丈夫、今日2時間でしょ確か。今日2時間スペシャルですか。え、違いました。何を思ってそう思ったんですか。今日2時間じゃないですか。じゃあ、CM どうした。やりますか。2時間だと思って。せっかくなんでちょっと1回やりますか。やろうやろう。じゃあ、じゃあいい、俺やるよ。じゃあ、あ、じゃあもう全部やってください。もう当たるまで。え、これどういうこと。あ、そうですね、ついてます。おぉ、いや、チキすぎる。いや、おぉ、いすぎやろ、お前。じゃんけんだな、いくよ。じゃんけんで勝った人から回してみて。はい、最初はグー、じゃんけん、はい。地味だからね、これ見てる。はい、行くしょ。はい、はい、じゃんけん。え、勝った人から回してそうなの。で、今最初はグー、じゃんけん、はい。じゃあ、金から時計回して。回しまーす、これ、いけますか。はい、はい。いやいや、ちょ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 そうじゃない、ちょちょちょ、OK、すぐすぐ行きます。4回ですか。4回回す。え、ちゃんと入れて、そういう意味なのこれ。ちゃんと入れて。はい、ちゃんと、ちゃんと顔入れてね。いきますよ、1、2、2。シュー。いやいやいや、イエーイ、やったー。イエバーンとかないんや。めちゃくちゃシュール。うわって。じゃあ嘘。だってこれ、なんてこの状態でまた下げて生クリーム塗ってまたやるんでしょ。そうっす。やだ。だって、だってやだ、地味やもん。さっきから、あの、4までメモリあるけど全部2で来てるもんね。うん、地味だし。ちょちょちょ、バチークだったらいいけど。これさ、優しい。何これ、マスクこれ。すごいシュールだ。いや、でも本当ありがとう、これ。多分なんか使えるよね、絶対これ、なんかね。もう一回、もう一回だけしませんか。え、じゃあ、次、あの、キングスタートで2だけ回してほしい。一回。2だけ回して、お願い。え、これ、本当にこれ、1回で来てるじゃん、だってこれ。いや、そういうゲームなのか。いや、1は耐えたんで。2で来るよ、だって。とりあえず、いや、わかんないです。わかんないです。キング。あ、あ、ほら。あ、よほら。ほら。あ、5回。おお、キング、とりあえず2だけ回して。キングスタートで。オッケー。なんでなんでなんで。いや、とりあえず2だけ行きます。そしたら俺来るやん。いや、大丈夫です。やだやだやだ。今だってよ。じゃあ、じゃんけんして。当たりたくないし。いや、6いったんすよ。じゃんけんで負け出してる。じゃんけん負け出してる。じゃあ、グー、じゃんけんぽい。はい、これでしょ。はい、回して、これ、これ回してもらって。いや、一番前髪がしっかりやろ、俺は。回して、はい。ちゃんと回そう。3、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 
もうどう考えても2で来るんじゃん。2で来なかった、2で来なかった。すでに顎に回る。いや、俺が回る、俺が回す。いや、待ってください。すでに顎に回る。 3? いやいや、お前これじゃあちゃんとはめないと。これだけは、これだけは助けて、マジで。俺が一番前髪しっかりあるんだよ。回して、ま、回しましょう。3っすか。せーの。1! せめて 2! せめて2で来て。これやばいね。1! やばいね。空気読めない。1だから。めちゃくちゃ2でしょ、今流れ的に。これはやばいわ。これはこれもう俺やる。ラストいきますか。当たりたくないし。ラスト、いや、ラスト、ラストじゃあじゃんけんでしょ。じゃんけんね、ラストは。はい、じゃあグー、じゃんけん、はい。ちゃちゃちゃ、嘘でしょ、これは。絶対俺は勝てる。あ、いや、じゃあ、じゃあ、気合入りすぎっすよ、気合が。オッケーオッケーオッケー。どんだけ受けんねん、顔。ゆうしくんやるまでやめないじゃないよ。いや、待って、まだ、まだ、この、ルール。はい、はい。とりあえず当たるやつ。ルーレットとか意味ない。ああ、まあ、ごめんなさい。すいません。ルーレットいきまーす。お、いいっすね。めっちゃ持ってる。2! よし2! よし、あー、一番いい、2が2が一番いい。いきます。決めの2です。おあれっす。いきますよ。もっともっとやれよ。はい、しっかり。あ、待っていきますか。しっかりね。2なんで、多分いいや、回そう。1回いきます。1回いいっすか。1回せーの1。お1 だからすぐ来る。2! 1で来る。2! 絶対やりたくない、この1で来るから。1か 2! じゃんけんだよ、これ。ほぼもうじゃんけんで負けたから。何も面白くないよ、これは。誰がこれ持ってきたの。もっと。ありがとうな。うん、ありがとう。面白いな。うん、キング、はい、こっちにもティッシュ回してくれ。ずっとこれじゃい、わし。回してくれ。今は千鳥みたいになってる。ずっとこれ、わし。これは、終わりですもん。あのね、すごい空気を見る。これはね、もう今ので社長に行かなかったら、もう行かないよ、これはもう。そうだ、うん、違う。俺当たんないし、やんない星に生まれてるんだよ。いやでもなんかすごい渋い。いやこれなんかすごいね。ちょっとこれ1か2で当たるゲームでしょ、これ。じゃんけん負けたもん。4までメモリ用意する必要あった、これ。いやでも俺6回回したから。ですよね、いけたっすもんね。やってみますか。やだよ。やんねえよ。後頭部でもありそう。髪の毛切った後頭部でも取れねえよ、匂いつくわ。やんす。というわけで、いや、みんな、そうっすよね。そうっすよね。いや、そこ戻さんくていいってなっ。いいですか。いいですか。いい。じゃあ、まだ時間あるんで、せっかく年末スペシャルってことで、歌、リクエストを取りますか。ください。リクエストください。これ、でもすごかったな。マイプーン、どこへも行かないで。結果ですね。ライオンハートいいっすね。いきますか。いや、切なくなる。スマスマだね。どうですか、ライオンハートラップ。マイガット。あ、いいじゃないですか。スロゲンと。ライオンハートラップバージョンいきます。歌詞がある。歌詞がある。え、いいっすか。どうぞ。今全て光浴びて見える。どれも辛いことばっかだったろ、ごめんな。俺にそんなこと求めんな。決まってくる実はこう歌った、悔やんでんな。絵を気づけばどうまた笑う。
そわからほら今なかつて見たことない眩しいその笑顔俺が泣いたらやっぱりね泣かずに笑ってばっかりね励ますんだ俺を自分帰りに全力でばっかみたいに症候群依存症も当分前から来ている限界そして今現在与えよう安堵感度感度とはそのワンとワンを君を守るため呆れるほどに俺がお前の叫び叫びこれが俺からの期待に変に変わる愛したい That's for you I may be my own love Yeah L-I-O-N-H-E-F-R-T Forever Once Two止まることない、とどまることない。この感情を共に誕生。祝い愛ともしたらキャンドル。俺はお前の担当。たとえ人を殺してもシティアンサンド。もう何もいらない。心配我慢すんなよ、みんな。今もこれからも変わんねえ。春夏秋冬大事に過ごそう。ワンデイワンデイ。君もやがてきっと取り戻そう。あの頃のように笑顔踊るポリン。関心をライアルに招待。もちろんどっから招待楽しみだろ。操る夜夏の到来境地やめせなんていらないしがない男らしかないが有限実行 I wanna be a realizer 失ったもの最強何もないが得たものは数えきれないなこの僕に愛をくれたやつだぎと太陽そばでずっと感じてたよ変わらない壊せもしたい That's for you I may be a realizer さよならお前とお別れの言葉とないよまだしたくない限界から2年前顔が見てない大体俺にはもったいない巻き込みたくない My life けどやっぱ願っちゃう再会会いたいもう会いたい俺たちはまだまだ騒ぎ足りない僕かじゃダメ誰だって変わりはいない今日失ったものは今日何もないが得たものは数えきれないなこの僕に愛をくれたやつだいと太陽そばでずっと感じてたよ君を守るためこの拳加減マイク片手に全て捧げる一生呆れるほどにバカなお前のためにあげた君これが俺からの日本タイミングに壊せはしたい That's for you I mean you Hey yo, 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 smart. Sayonara, smart. Sayonara, smart. Smart. Sayonara. Sayonara, smart. Yo. Baby. これごめんなさい。ヒルクライム。ヒルクライムだっけ？ヒルクライム。ヒルクライムのライオンハートラップです。昔好きだったのこれ。そうですよね。あもう時間ないじゃん。3分ぐらいし。そうラストソング行きます行きましょう何行きましょうかじゃあラストソングなんかみんなで歌える感じ何行きましょう何2時間だからでもあと1時間あそうですよねでも2時間前えですよね確かダメかダメかさすがにダメかただでさえも CM 行ってないそうそうただでさえ CM2 回目の CM どうぞ来ないからステイディアンドコオーリーナイ静けき行きましょうかじゃあそれにします行きますか行きましょうかそれどうしましたか脱ぎました脱ぎましたねじゃあじゃあじゃあ首に置いとくの首に置いとくの熱くて今日だけですよ皆さんじゃあ今俺あんまり今日だけですよあんまりなんであんまりでもないですよ。いいっすね。今日だけですよ、もう。年末、もう今年最後ですからね、もう本当。マフラーね。今年最後ですから。ステディ&コー。いや、違う。じゃあ、ステディ&コーの、多分あれだよ。ホーリー、オンリーホーリーストーリー。オンリーホーリーストーリー。そう終わっちゃうよ、お前、そんな遅かったら。え大丈夫本当に。ホーリーストーリー。カラオケと思った。オーリーナイトで終わっちゃうよ、うん、はい、いや
マジ今日2時間やりたかったし、本当に言ったんだけどね。言ったっすか？2時間やらせてくださいって断られちゃった。ほんと、ほんとっすか？じゃあ来年は、来、ん？年、新年スペシャル。あ、新年スペシャル2時間どうですか？番組やらせてください。ダメか。ダメか。ダメか。そんな簡単にいかないですね。ダメそうです。I'll be right here. I'll be right. こんな静かな雪の夜に少しだけそっと祈らせて聖なる鐘の音が聞こえたら降り注ぐ車窓から歩く君を誘うから、座頭から抜け出し車窓から乗り込む二人分身を眺める景色、紐と触れ合いのレシピ、偏寄せ合い深く腰掛けサンルーフ覗けば流れ星だね。かつての調べ真伏せと知られ音に乗り街はバス停を知らせ、揺れゆくここから乱射ライトは反射映し出すベベマイサンシャイ君の終わっちまう、終わっちまうっていうね。また来年もセンスよろしくね。バイバイ、ハッピーニューイヤー。この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りしました。